こんにちは。動画を視聴していただきありがとうございます。明海大学保健医療学部航空保健学科の星合愛子と申します。本日は歯科衛生士の活躍の場ということでお話しさせていただきたいと思います。はじめに明海大学について少しお話しさせていただきたいと思います。明海大学は1970年に歯学部から始まった大学になります。2019年に6つ目の学部として保健医療学部が開設されました。保健医療学部航空保健学科がどのような学科かと申しますと、航空保健のスペシャリストである歯科衛生士を育成する学部になります。東日本の私立大学で初の4年生の大学になります。これから次の4つの項目、歯科衛生士とは、明海大学の特徴、環境、就職先の順にご説明していきたいと思います。まず一つ目の項目ですが、歯科衛生士とはどのような職業かということをお話ししていきたいと思います。歯科衛生士はどのようなお仕事をするのでしょうか。近年歯科衛生士の仕事が内容が大きく変化しています。歯科衛生士の仕事は法律で定められています。歯科診療補助、歯科予防処置、歯科保健指導の3つの業務です。それぞれに専門性の高い知識や技術が必要になります。歯科診療補助は歯科診療で使用する歯科材料の準備や器具の受け渡しを行い、歯科医師の診療の補助を行うとともに、歯科医師の指示を受けて歯科治療の一端を担う業務です。歯科診療をスムーズに行うためにとても重要な役割を担っています。歯科医師、歯科衛生士というお互いの職業の特性を尊重し、患者さんのために協力しながら業務を行います。歯科予防処置とは、歯や口腔の疾患を予防する処置として、フッ化物などの薬物を塗布したり、歯垢や歯石などの除去を行います。人が歯を失う原因の 90% が虫歯や歯周病と言われています。この2つを歯科の2大疾患といい、国民の多くが罹患しています。虫歯と歯周病を予防することができれば、自分の歯を一生保つことができると言えます。歯科衛生士は国民の健康